男子チーム解散したから。え？誰かと一緒ってそもそもめんどくさかったんだよね。一人ならもっと自由にできるし。でもあんな楽しそうに練習してたじゃない。ほらこの間送ってくれた動画もさこれならコンテスト、こんなレベルで出られないって言ってんの。ひなた、お母さんってさ、なんかずれてるんだよね。時々超イラつく。そんな言い方、ひなた最近なんかイライラしてない？いいね、目的のために慣れ合いを排除する、実に合理的な判断だ。なかなか見どころあるじゃねえか、長女。まあ、いずれにせよ長女、お前は自分の好きなようにすればいい。ただし、一人になるって決めたからには、いい結果も悪い結果も全て一人で受け入れる覚悟が必要だ。その覚悟はあるんだろうな。